2023年の8月、私は癌で母を亡くしました。54歳でした。癌が発覚したのは2022年の2月のこと。体中に癌細胞が転移しているステージ4と診断されました。ステージ4でも5年以上生きる可能性がある。自分の母がそうであると信じて疑いませんでした。私はネットなどでがん治療に関する情報を調べ続けました。怪しい情報に振り回され、母と過ごすべき貴重な時間を失いました。だから自分と同じように後悔する人を作らないためにこの VTR を作っています。母は大腸がんで、がん細胞が体の複数箇所に転移していました。腹膜播種というお腹にがん細胞が広がった症状で、外科手術や放射線治療は行えない状況でした。抗がん剤治療は母にとって苦痛だったようで、薬を投与しては嘔吐を繰り返していました。そしてがんが見つかった翌年の2023年6月、ついに余命が宣告されました。じゃあ9月のあなたの誕生日をギリギリ祝えるね。母の気丈な発言とは裏腹に、私と父の心境は穏やかではありませんでした。私は休職して母と過ごす決意をしました。まだ他の手段があるかもしれないと、別の病院にセカンドオピニオンを聞きに行きました。他にも様々な治療法を探しては試しました。ネットに出てきた重曹にクエン酸を混ぜた水や、がん治療に効果があるとされるサプリメントを取り寄せて試しました。独自のがん治療法を載せているクリニックなどに連絡を取り、資料を取り寄せたし、母と一緒に足を運んで説明を聞きました。今となってはこうした治療法に効果があったのかは分かりません。次第に母は歩けなくなっていきました。ご飯も食べられなくなっていきました。ベッドから起き上がるのも大変でした。病院に行くにも車椅子を借りて押しました。そんな母がある日、何気なくこう言いました。あなたが地元を離れてからあまり話していなかったね。大学の話、バカな友人の話、仕事の話、久々にいろいろな話をしました。母が笑った顔を見たのは久しぶりでした。次の日、母の容態が急変しました。夜に急患として病院に向かいました。病院に着き、主治医からは今日が山ですと言われました。母は親族に囲まれながら、その日のうちに息を引き取りました。余命宣告を受けてから2ヶ月後でした。後悔の一つは、さまざまな情報に踊らされ、母との時間を無駄にしてしまったことです。もっと自分に知識があれば、母と穏やかな時間を過ごすことができたのではないかと今も思っています。2人に1人が癌にかかり、4人に1人が癌で亡くなっている日本。将来自分がかかる可能性もあるし、近親者が癌になる可能性は非常に高いといえます。では身近な人が癌になった時、皆さんは落ち着いて受け止められるでしょうか。自身の経験をもとに、
YouTube などでがんの情報発信を行っている NPO 法人がんノートの岸田徹さんに話を聞きました。岸田さんは大学を卒業後 IT 関連の会社に就職しましたが、25歳の時に胎児性がんという希少がんを患いました。5年生存率は 50% と診断される中、手術によってがんの摘出に成功しました。そうですね、がんになった時の周りの反応っていうのは、まあ僕自身はマジでっていう風な感じで、もう頭真っ白になるっていうか、自分のこと言われてんのぐらいの、なんか本当にもうそんな感覚なんですよね。誰のことみたいな感じの感覚で、でその時にパッと横見たら両親がこの世の終わりみたいな顔してるんですよ。がんと戦う中で岸田さんも情報に振り回されました。実際に怪しい治療法で騙された経験もあるといいます。科学的根拠に基づかない医療に関して、僕も正直受けたんですよね。これがいいんじゃないかだって、ここのクリニックの方がいいんじゃないかだったりだとか。で僕、今だから話せるんですけど、そういうので騙されたりとかしたんですよ。高額な医療だったりだとか。で結果どうだったのかっていうと、ちょっとね、今はそのちゃんとした抗がん剤の治療だったりとか、病院の治療を受け入れたので、今はちゃんとしてますけれども、そのまま突き進んでいったら今生きてるのかなだったりとかも思ったりとかはしていたりとかするんですよね。ネット上にあふれるがんの情報、〇〇がん治療法と検索すると、多くのサイトが検索結果に表示されます。素人目では情報を見分けることは困難です。こうした現状について国立がん研究センターの若尾文彦さんに話を聞きました。検索エンジンで検索されると思うんですけど、実はその検索エンジンの上位に出てくるのはこのスポンサーということで、こうお金を払っていいところを買ってるような形なんですね。若尾さんがとある医療系の広告サイトをもとに問題点を指摘してくれました。がんの三大療法と併用が可能、あるいはほぼ全てのがんに対応しますというのは非常にこれ患者さんにとって魅力的ですけど、普通の療法と併用することで混合診療になってしまいますので、普通の標準治療側も自費になってしまったり、あるいはやっぱりほぼ全てのがんに効くって、そのような非常にもうオールマイティの薬はなくて、やっぱりがんは今個別化医療で、あまりこのような都合のいいようなものはそうあるものではない。若尾さんが言うがんの標準治療とは主に3つ、手術療法、放射線治療、抗がん剤治療を含む薬物療法のことを言います。若尾さんはまずは日本の標準治療のレベルの高さを理解することが重要だと話しています。どうしても標準治療というのは波の治療で、新しい最新の治療というのはいい治療というようなイメージがありますけど、標準治療というのは普通の波の治療である、あるいは波の治療というわけではございませんで、一番その時点で、科学的に有効であること、あるいは安全であることが確認されている一番いい治療法となります。この標準治療に対して最新医療や最先端治療をうたう多くのがん治療法は自由診療です。国が有効性を確認していないため、保険が適用されず費用が高額になってしまいます。最新治療であったり最先端の治療であったりいうのがあると、そっちの方がキラキラしててすごくいいような印象を受けてしまいますけど、それはまだ本当に実験段階の治療であって、本当に効果があるかということはまだ確認されてない研究段階のものということで、若尾さんは
ネット上にあふれるがんの情報は多くが誤りであること、そして自由診療でがん治療に効果が期待できるものはほとんどないと言い切ります。一色たになってしまうというような、世の中のそう医療とか特にがんの情報には間違った情報が溢れてるってことをまず知っておいていただいて、さらに本当にこれ残念なことなんですけど、医療機関とか医師であってもその正しくない科学的根拠のない情報をあたかも あるような形で発信しているのが現状としてあると、原則として自由診療で提供されているもので、まあ、効果が期待できるものは本当にほとんどないというように、まあ、ないと言ってしまってもいいかもしれませんが、そういう気持ちで見ていただくというところですね。若尾さんはがんになった時の信頼できる情報源として国立がん研究センターが作っているがん情報サービスのホームページや全国のがん拠点病院に設けられているがん相談支援センターなどを挙げました。その上でやはり一番その患者さん自身の情報をたくさん持っているのは主治医なんですね。そこで主治医にしっかりとこのちょっとネットで見つけたこの治療法を私に使えますかとか、ぜひ聞いていただきたいと思います。がんに関する情報発信を続けている NPO 法人がんノートの岸田徹さん、自身の経験から標準治療を受けた患者の生の声の重要性を強く意識しています。抗がん剤や手術をしてきた中で、手術の後遺症としてその射精障害という障害を患ってしまったんですよね。もうその時はもうすごく何でしょう、もう性機能に関するセンシティブなことって誰に相談したらいいんだって言ったところ で医療者に相談しても医療者の方はちょっと様子を見ようという話だったりだとか、ある患者会に参加させてもらって同世代の患者さんたちと話をしていく中で、結構みんなに僕が悩んでいることを質問したらみんな結構答えてくれるんですよ。あ、そこまで答えてくれるのみたいな感じで、あ、けどこれって僕の中だけでとどめとくにはめっちゃもったいないやんと、これみんなとシェアできたら絶対同じように並んでる人にとってはいいよねっていうことを思って、そうしてできたのがYouTube チャンネルがんノートでした。そうですねっていう風な、はいはい、よろしくお願いします。そうですね、ここの先に視聴者がいるようなイメージで、はい、お願いできたら嬉しいなということ。ね、がんノートさんの YouTube で見たらなんか前向きな方が多いなっていう印象をすごく受けて、あ、これ私も出るしかないなみたいな初めは廃校の図工室がスタジオで、スタッフは岸田さんしかいませんでした。とりあえず100回やってみようとスタートしたものが、今やがん患者の出演者数が日本最多という情報発信番組になりました。来週手術なんです、不安なんですって言ったコメントをいただくことも結構ライブ配信中多かったりとかして、するとその場でゲストの患者さんだったり僕たちが一緒に頑張っていこうねだったりだとか、応援してくらねって言ったところも励まし合えたりだとか、そういった双方向のコミュニケーションっていったところがすごくありがたいなということも思ったりとかします。はい、夜中病室でねパッと目が覚めたら息ができへんよなってね、息ができへんっていうとちょっと、岸田さんは子どもたちへの特別授業も行っています。活動に携わって9年、今では年間50カ所近くの学校で講師を務めるようになりました。看護師さんもね、もうプロなカーテンを看護師さんがさっと開けて一言、首の両端と肺と肺の間、そして腸の周りにがんが転移をしていたということになっていきました。で、僕はその時に、ああもうこんだけがんが転移してたらもう死んでしまうわと思って、先生僕どれぐらい生きれるんですかっていうことを聞いた先生が、うん、岸田君の5年生存率、さっきやったよね、5年生存率は五分五分ですっていうこと言われるね。子どもたちの意識を変えていくことががんと共に生きる社会への変化につながっていくと岸田さんは考えています。
っぱり外部講師、患者さんが講師としてこう行くことによって、子どもたちはあ、がんはなったら死ぬだけじゃないんだっていうことを、そこからじゃあそのがんに対する正しい知識を知ってもらって、周りに対しても適切にサポートしてほしいなということを思いますし。最後に私自身が取った行動について聞いてみました。母ががん宣告された時に、自分は本当何が正解だ、どういう行動を取るのが正解だったのかなと思って、一緒にそばにいてくれるだったりだとか、一緒に治療を向き合ってくれるだったりだとか、そうしてもらえるのが僕も嬉しかったなっていうことを思うので、なんか西郷さんがそのお母様とこういつも通り一緒にいてくださるっていうのが僕は嬉しかったんじゃないかなっていうのは思いますけどね。はい、そうですね、今話本当に聞けてよかったなって思いました。なんか僕的に結構心がずっとなんか罪の意識じゃないですけどあって、もしかしたらねって治るかもねっていうのをなんか嘘をつき続けてるじゃないですけど、そんな気持ちになってて、話聞けて、なんか自分がやってきたことって別に間違いじゃなかったのかなって、そういうふうに思えたことがちょっと俺は良かったかなって少しは思って。母の遺品を整理していると一枚の手紙が出てきました。何回も泣かせてごめんね。母と友達のように接してくれてありがとう。神様から母に贈られた宝物だよ。今までもこれから先もずっと。あなたの人生これからもたくさんいいことありますように。一度きりの人生楽しんでね。いつでもどこでもあなたを見守り続けるから、ずっとそばにいるから。がんという病気は誰にでも起こりうるものです。大切な家族との時間は限られています。だから情報に惑わされて大切な人との時間を無駄にしないように。